にちは。ちびうさどこ行ったん？ちびうさも着替えました。普通にでも髪型はこれのまま帰ろうと思います。恥ずかしい。こんにちは。みんなは今お昼ご飯タイムです。テロップ何がごかな。うん、アメメさんハートありがとうございます。何がこうテロップ。うん、いずみちゃんハートいっぱいありがとうございます。桜田さんがミッヒー可愛すぎるって覚えてました。あの桜田さんね、昨日久しぶりに会ったんですけどすごいうるさいですね。ミッヒーだーっていつもずっと言ってます。うん、来た、もうやってる。こんにちは。誰でしょう誰でしょう。さっきミッヒー見たよって。どこで？どういうこと？いただきます。お腹が空きすぎた。お昼ご飯タイムです。ハゲのミッフィーさんかわいい、ありがとうございます。みひなちゃん久しぶり久しぶり。覚えてますよ覚えてますよ。あやぴょんがモバメでミヒーのこと可愛いって50回は言ったって書いてた。50回以上言ってるよな、うん、絶対。たっちゃんさん可愛い、ありがとうございます。何でそんな300回ぐらい言ってるよな。うん、昨日も言われた。昨日やばかったよな、会った瞬間うるさかった。いすみちゃん目に羽生えてるやつありがとうございます。コウモリじゃないよ。やってなかったんかよ。はい、タオさん星ありがとうございます。ごめんなさい。ご飯食べる。誰かわかる？相方さんって来てたわさっき。あー正解。あやぴょん。相方さん。え、うまそう。私は最近食と漫画を糧にして生きてるんです。って書いてハンターハンターに。ハンターハンター面白いんかな。まだ1巻しか読んでないからね。リサちゃん何ぐらいやり直しってきて。正解正解大正解。わさびついてる。え、何わさび食べれんの。わさびじゃないわこれ。え、わさびやろ。なんかあれバジルチーズやった。うん、いただきます。壁はないのに飲んで、うん、あげました。ここないから。昨日の続きのお勉強する？ノーノー。悪魔のささやき。いや笑い声どうしてんかな。さすがに財布するはアイドル的にアウトやったんやね。うん、アウトでしたね。みんなも思ってたもん、ショールームで、うん、いけるかなと思ったんですよ。買えっていう合図を出そうと思ったけどやめました。いけばいいなという浅はかな願いで無理した。ハヤト31さん、コウモリありがとうございます。みんないつかリアル話か行くよ、かっこリサに内緒やって。わかんなかった。すっぴん。美咲さんが来ました。ちょっと一個ちょうだい。いいですよ。
前髪の前髪死んでます。前髪ちょっと前髪やから全然やばくないですよ。やばくないですよ、うん、私に私を見て私の前で言わないでください。いや私はね最初の前髪見る。あ密着のめちゃくちゃ普段密着とかそこら辺やばいよな、うん。めっちゃ中学生、中学生に見えないですよね、美咲さん。うん、あのあやぴょんのツイートであやみさってあったじゃないですか、うん、あやぴょんの方年下に見えるんですよ最悪もうびっくり、あれみたいな。エアポッド外します。今日はね、ちょっとカラコン入れてるんですよ。わかりますか。あ、ほんまや、かわいい。似合わないって言われるんです。いや、そうラガーの方がいいって言われます。うん、お、チョスさん、あやぴょんうるさいですよね。あやぴょんは謎よしもし、おろもしまーす。ないね、なんかハチキめっちゃショールームしてるイメージある。サクちゃんとか、さくちゃんめっちゃしますよね。めっちゃしてる気がする。 見に行ったこと1回ぐらいしかないけど、え、なんか毎日、え、ほんと3時間ぐらいしてるよな、さくちゃん。なんか勉強配信みたいな。うん、そうそう、あ、そう、一番勉強せんでいいのに配信しまーす。いや、でもね、しといた方がいいよ、中1から。うん、なんか、後が楽。中1、中、私中2、あの言い方あれなのに真面目にしてなくてそれで、後で苦しいな。こんにちは、流れてきて、みんなあかんで勉強ね、ちょっと次の期末は頑張ろうと思ってる。勉強せーって来てる。教えてあるよ。わーい。英語が絶望的なんですよ英語、私マジでずっと90点台だから。すご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 。この前のね、あの私理科75だったんですよ。え、すごいやん。すごい、ありがとうございます。理科難しい。理系ちゃんにはあの昨日ね、ショールームでね、うん、学力のね、試してたんですよね。ね、うん、マジ？坂本梨紗ちゃんが大優勝でした。いや、うん、この人ね、あの、何だっけ、どっちの方が頭いいの？はいはいはは、多分梨紗だな。あ、え、いや、梨紗ちゃんの方行ってもいいって分かんない。でもいいよ、今のちょっと刺したわ、梨紗の方が頭いい。え、でも、なんか違う、そのテスト的には梨紗の方が頭いいかもしれないんですけど、うん、昨日あの出してもらった問題的にはみんなの方が正解多かった。え、じゃあ、ちょっとおばかそう。まあ、いいですね。フォローしました。ありがとうございます。ちょっと問題出してもらおうよ。ちょっと誰かに問題出してもらった。私が果たして受験生が解けるのか。やっぱこれ解けんかったらマジで。いや、でも大丈夫です。言うけど全然機能できてませんでした。言うけどは無言でしたもん。高校受験やめます。そこそこ頭いいところ行くんで、ね、やっぱちょっとこれでちょっとできなかったらね、うん、ちょっとの誰か問題出してください。じゃあ私も勝利しようかな。食べてみましょう。うん、いいですね。あ、待って、出しちゃった。僕もマジで2、3ヶ月ぐらいうん、なんか豚肉でした。うん、あのギフトが読みたかったんで、チキンだ、チキン、静かにしなさい。焼きのり先生さん、猫ありがとうございます。たっちゃんさん、猫とありがとうございます。コウモリありがとうございます。うん、コウモリだ。もう目に羽生えてるやつが長いから、SY 推しのゆうたさん、コウモリありがとうございます。でかね、そんなあったんや。あるある。ねむ太郎さん、さんとありがとうございます。最後ショールームしたのいつだろうぐらいしてない。やばい。ミヤピーさん、こんもりありがとうございます。キモマミさん、星ありがとう。もうキモミさんやん。なんかさっきミヒラのところに戻ったで。あのキモミさん覚えてる私。ネオンさん、こんもりありがとうございます。手始めに四国4県。これはうちら昨日言ったから。こんもりありがとうございます。この人九州言えなかったんですよ。九州？リサも言えてなかったやん。言えてたやん。この佐賀を言えてなかった。佐賀だけ。ジェロさん、ハートありがとうございます。でもヒカルは九州やから九県とか言ってたから。九州って熊口さん、コウモリありがとうございます。ヨナフミさん、コウモリありがとうございます。ハートありがとう。 SY 推しのユタさん、
こもりありがとうございます。もぐもぐ久しぶり、誰か来てくれるかな。成功率が低いし、タワさん、お化け、これお化けなんかな。ありがとうございます。ジュビタもペンライトありがとうございます。久しぶりです。皆さんショールーム上では久しぶりですね。ほんまに自慢させてください。どうしたの。私は1年生の1学期のショパノテスト、200人ちょっとの学校で20位だったんです。それめっちゃセレクションの時自慢された。天才です。今はもう順位が言えないほどの順位になっています。残念。私今じゃあこれ順位大暴露しようか。お、順位とかないんですよね、うちの学校ないん、平均点も出さないんですよ。え、出してほしくない。なんか大体これぐらいみたいな。天才だったんです1年生は。めっちゃ自慢されたもん。リサちゃん頭良さそうだったらなんか一応私もえこれ言った方がいいやつ。私順位はい言いましょ う、えどいつの順位、一番最新の最新、はい、最新はちょっと待ってね、思い出せない。28。何日ですか、何日ですか、何日中、少ないよ、150いないよ、150、そんな、めっちゃいるんだ。私の初期ほんまでさい。え、だって200人中20やったら65ぐらいですか。変化65行き過ぎ、それちょっと行き過ぎ、行き過ぎ。62はあるますかね。いや、あれじゃない、もう自分の学力じゃない多分。なんかな、200人中めっちゃ自慢されたからな。200人中20位は天才だったんですよ。あの時はめちゃくちゃ勉強してたんですよ。今はご覧ください。最初12位だった。でも1年の時はめっちゃ勉強してた。これガチ、これガチ、1年の時ガチ。これない、順位ない。あ、そうやそう。何点、その5教科合わせて平均70点ぐらいだった。なるほどね。それいいの。いや、いいですよ。80点もあるんですよ、だって。ああ、え、80点なくない、それ。いや、平均70でしょ。はい、5教科の全部平均して70ぐらいです。あ、紹介してこい。8期でね、賢い人が多いから学力順位したらちょっと負けちゃうの。で、しかも7期の中に2番目ぐらいに賢いとか。1番誰なんですか。ユナかな。大学が、大学も行ってるし。このですよね、皆さん多分。逆に7期生さんの中で一番おバカなのは、彼女じゃん。あの配信してたら、あのジオンに七度さん言ってみって言われて、何を言ってみ、七度さん聞いてみって言えないからっていうコメントが来ました。なんかどっかのコメントでいただいたのが、NMB ではかけさんがやれば賢いって。言える、かけさん言えますよ。かけさんできなかったら連立方程式も解けないですもん。そこでも連立方程式が知らないんじゃん。そんなことあります。さすがに、さすがに連立方程式は苦手やけど知ってはいますよ。できる、わかんないです。私理系やから。そうなん、みんな国語得意なんですよ。マジで勉強してなくても70は絶対取れます。言ったな。60から70下げた。国語、アンジュもやばいな。アンジュも怪しいな。そうなんですか。アンジュ怪しい。この前あのエレベーターを2人で乗ってて、私が開けるドアを押して、あ、どうぞって言ったら、ごめんやすって言いながら降りていきました。誰アンジュさんが。アンジュはちょっとおもろい。アンジュは天然。それ本人に言ってる、いいみたいに言う。天然ですよね。そんなになんか
後輩から見ててもわかります。うん、なんか最初めっちゃ頭いい子かと思ってた私。良さそう、うん、パッと見ね、なんかもうザ賢い、うん、お嬢様みたいな、調子みたいな感じかと思ってた。でも喋ってみたら全然違う。アナログの時計で時間わからないメンバーもちらほらやって、そんなことある？うちの弟よりバカですよ。それは小1ですよ。小1ですよ。時計の読み方は小2じゃない？小1だ。小1だった気がします。うん、うん、男女生きていく上で物差しのサイズがちゃうねん。どういうこと？そんなことあります？アンジュさんめっちゃ感じ弱くないですか？アンジュマジで感じ弱い。影穴とか、うん、全部メモってたもん。であれですよ、これちょっと裏話知ってるかもしれないけど、あの生誕祭の手紙とか読むあるじゃないですか、うん、あれ事前に全部漢字振ってます。リサはおバカじゃないんです。リサはおバカです。昔はおバカじゃないんです。今は今はおバカになったらおバカやんか。ある意味天才。半分よりちょっと賢い。うん、みんな今回のな期末は頑張るから。うん、出たな。はい、うん、頑張る。60点は取れるように頑張ります。200以上30以内入ったらスプラトゥーン3を買ってもらいます。うん、私スプラ欲しいな。うん、なんかこの夜じゃないですか、うん、若ぽんさんとかとあやぴょんとかが思った、うん、羨ましいと思いながら、スプラトゥーン1しかやってこない、うん、最近1に目覚めます。なんでやねん。スーは持ってる。うん、スイッチあれだもん、スプラカラーのやつだった。いや壊れた。一生買ってもらえなさそうって言われてんで。カズにはさ、ユウさん、テラちゃん、カルちゃん、ユウさん、ユウキさん、クニアンさん、ヨシノスケさん、ヤマちゃん、ありがとうございます。あの、うわ、あのみなさ、うん、家にスイッチ2台あってんやん、うん、けどさ、全部お兄ちゃんが持っていってさ、今ゼロ、うん、全部持ってたの、うん、はい、2台あって、2人お兄ちゃんいるんですよ。あ、2人が1個ずつ持っていて、みんなゼロ、うん、最近全然フォースナイトやってない。その響きが懐かしいもん。なんか私スイッチに勝手にフォートナイト入れられた。友達に、友達のお兄ちゃんに、うん、まあ無料だったからいいんだけど。ゆうさんありがとうございます。お話しかネイティブの方来ますか？来ますよ。昨日もいましたよ、ありがたいことに。すごい、すごい。マスピーポージェネレーション、なんちゃらなんちゃら、I want you here。 どこの方だろう、フィリピンの方の方とかも。ミヒにスイッチ買ってあげたいやって。でもね、なんかさ、わかる、うん、そんな頻繁にするわけでもないね、うん、で、やから買うのはちょっとなみたいな。あ、お兄ちゃんにまた持ってきてもらおう、うん、ヘイラムーンのアヤピョンとはツーショット撮る。アヤピョンね、合わないんですよ。うん、アヤピョンとめっちゃ合う。マジで一生合ってるアヤピョンと。ナワテさん、ハートありがとうございます。そう、なんかな、うん、アヤピョン会ったらちょっとうるさいから。うん、うん、昨日もすごかったですよね。うん、昨日やばかったよな。あ、昨日すごかった。怖い。もうサクパンもそれ化してるから。サクパンにね、昨日会って普通におはようって言ったら、テンション低くないって言われて、え、そうって思ってたら、私に会ったのにって言われて、怖い怖い。サクパンってそういう子なの？はい、そういう子だと思わなかったです、最初は。めちゃくちゃ真面目やったんですよ、最初、うん、もう休憩時間も永遠に踊ってるんですよ。え、なんか一生踊ってるイメージある、サクパン。うん、めっちゃ真面目で、あんまり喋らんような子やと思ったら、うん、めっちゃおもろい。だから最近、ミオッチがサクパン化してきてる気がする。うん、なんかサクパンめっちゃ歌いながら踊る、うん、最近ミオチがめっちゃ歌ってる。ミオチはなんか、私ミヒナにしか大好きって言ってないよなって言ってくるけど、いや言ってるやろ。毒パン。毒パン。やめて。いや、サクパン真面目なんですけど、うん、ち
っとね。これいいですよ、無印。お姉さん組のね、母性から爆発してます。え、ミュウチ母性っていうのかしら。ミュウチって可愛いとか大好きってめっちゃ言われてるやんな、ミュウチに。うん、え、私逆に言われたことなかったするの、七期に。うん、なんかみさきさんお姉さんっぽいもん、うん、なんかジオンが逆にめっちゃ言われてた気がする。うん、ジオンさんはバブですから。バブです。リサにも言ってんのに、私大好きってミヒナにしか言ってないって言っちゃってくるから。怖いですね。うん、私はそう、ナングラをしなければいけないんですね。何やってんの。ナングラしな、忘れてた。ミヒナもやりました。ナングラのこと考えずに勝負してた。トリックアトリートン貸してくれなきゃん。そうやな。うん、お菓子くれなきゃ。お菓子くれなきゃ。お菓子くれたら家に突入するぞ。逆にくれないんじゃないですか。大丈夫な。お菓子くれなきゃ。自販機買わせるぞ。やば。自販機ごと。自販機ごと。すげえ。地球を買わせるぞ。地球か。島を買わせるぞ。地球を買ってもらう。地球をちょうだい。どうしようかな。美咲2人より1個上。そうですね、うん、大体。あ、でもミヒは数ヶ月しか変わらない。やばくない。やっても、でもリサも1年も違わないな多分。そうですね、2008年。そう、みんな2008年。1月私。1月ちょうど1年ぐらい。リサ、うん、1年4ヶ月しか変わらへんで。いかないぐらい。4ヶ月しか変わらへんとか信じられる。全然ちゃうとか言わんとって。それと雪の一応上だからね。雪のも大人っぽいけど、うん、身長じゃない。うん、そうですね。また伸びてるし、一生伸びてる。羨ましいです、うん、いやもういいんだけどね、伸びなくて。ちょっと待って、失敗した。ペペ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 、シミになっちゃう。絶対シミになった俺は。どんまい。ジョスとミヒは同い年でもおかしくなかったぐらい近いのね。うん、そう、うん、そういうこと。そうですね、そういうことですね。もしかしたらもしかしたらもし同じ学校やったらミヒのこと、ミヒナさん、どういうこと。ミヒナがもし、やっぱちょっとリサバカかな、うん、あれ語彙力がない。国語は苦手なんですね。14と15は違うけど、54と55は変わらない。うちはさ、175円になってほしい。テラちゃん、パンプキンありがとうございます。今日はハロウィンですよ。明日ですよ。あの、じゃあのコスプレ、コスプレ、うん、あのお話会楽しみよ、ツイッター。あれもう終わった？終わりました。終わったんか。朝から。やからこんな髪の毛です。あ、そういうことになって今何時？ちょっと時間確認する技、裏技知ってる。このさ、はい、これあるよ。はい。ここでね、ナウって打つと出てくるね。うん、すごい。これ私の必殺。これでナウ。そうそう、ナウって出てくる。出てこん。多分ミヒナ出てくると思います。出てきました。出てきた。そう、そうやって時間確認してる。来ない。絶対あれやって、キーボードの着せ替えやってないから。着せ替え。こういうこと。なんかな、うん、そういうアプリがあるねんけど、それにストールしたらできる、うん、あ、もう来てるわ、そのアプリの名前が。しっかり来てる。隠してたのに。かまたさん、ありがとうございます。いや、私でもこれ前多分ね、思いっきりそのアプリの名前言ってる気がする。うん、7期と8期は仲いいと安心するわ。私めっちゃ8期と喋ってる気がする。うん、うん。じゃあもうなんか、下手したら
ハチキドの方が喋ってるレベルで喋ってるけど、あやぴょんとめっちゃ喋る。あやぴょんは特別ですね。自販機買わせるぞはいけるかな。ヤバい人じゃない。自販機買わせるぞ。まず言われた使えるやつ。私こそ真の 7.5 期おもろいって。私こそ真の 7.5 期。やばいよ。でも急遽入ってきちゃうよみんな。できるだけ忘れるようにしてます、いやでもそんなもんよ。私も嫌だったもん。1個下が一番きつい。あのなんていうの、8期だったり9期、9期だったり10期みたいな。1個下が一番嫌だ。わかります。めっちゃ早いなって思いました。休憩生活って言うてなの人そんな変わらなくないですか。ななきさんが1年半の時に応募始まったんですけど、す1年も経ってないんですよ多分。いやうちら塩もあったもん。あ、塩さんお披露目の日よ。そう、塩さんなんてね、私たちただ4ヶ月しか実は、え、4ヶ月だっけ、8だから、そう4ヶ月5ヶ月ぐらいしか違わなくて、あれというね、びっくり驚愕。ほんまに4ヶ月5ヶ月しか違わない人にね、あの向かって泣きじゃくってましたから。踊れないです、踊れないです。それきつない。え、入って4ヶ月の時にさ、もう泣きつかる、泣きつかる、みんな踊れへんってなる。なんか頑張れって入って4ヶ月とかあるやで、何バトル終わったぐらいやで。そんな人に私は何をしてたんだ。おはようございます、おはようございます、皆さん、皆さん、いやいや、おはようって。リサさんって呼ばれるの。リサさん、リサさん呼びに行く。リササンタの方がいい。でも最初めっちゃ言った、美咲が美咲さんって呼ばれてる。ひゃーめっちゃ臭いこれ。僕めっちゃいい。美咲さん全然普通。なんでだろう。リサさんはちょっとなんか、リサさんだ、リサさんだって。みひなさんの方がやばい。サクちゃん、サクさん、サクちゃんさん、え、どうなるんですか。サクラさんとどっちか分からへん。サクパンさん、サクパンさんとサクさん、パン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 、難しい。リササンタさん、リササンタさん長いんですよね。ミッヒーさんがなんかな、ミヒナさんなんか、ミッヒーさん呼びにくない。でもチヒさんって言われてるからミヒさん、ミヒさん、ミヒさん。年上ですよ、年上にリサさん言われるんですよ。え、そう、年上に言われてなんか気まずいよね。違和感。でもあやぴょんが美咲さん言ってるのが全然普通っていうね、身内とかも。え、こっちからしたらさ、呼んでる側からしたら何も違和感ないけど、呼ばれてる側からしたら違和感あるな。いやでも意外にない、意外になかった。考えると変だけど、どうする。あやぴょんぐらいの年齢のさ、いつもさ、あやぴょんサンタさん、サンタさん、いつもさ、あやぴょんとかさ見えてウィーンみたいな感じなのにさ、そんな同じ年代の子が入ってきてリサさんって言われたら、あやぴょんと違うなってね。あやぴょんと違う。あやぴょんとかなんか後輩にめっちゃ言ってそう。後輩にも可愛いって言ったらもう処刑です。ほんまにはるちゃんさんって本当に、あ、はる、そう、みゆがはるかさんのことはるちゃんさんって言うてますね。さくちゃんさんもあるんかな。ああ、あるんかな、あるんかも。さくちゃんがさ、やばい、さくちゃんさん、もう一生さ、さくちゃんなんか赤ちゃんやのにさ、はくちゃんさんだって。いや、え、でも次さ2010年と帰ってくるんちゃう。やばくない。もう2010年、やばい。称号がいきますもんね。小5からいけるな。小5からいけるから、小5からいけるんだ。何歳だっけ。11とか12、11歳から、11から、11やったら3年中2011年入ってくれるってことでしょ。やば、2011年とかうちら物心ついてるで。いいじゃん。2011年、あやべ何歳ですか。それ言っちゃうかよ、言っちゃうか。うちはまさみゆ何歳ですか。もうね、あれ、あの周年考査の時に
なんか12年後みんな何歳みたいな話をしてたじゃないですか、うん、私たち全然12年後いるんですよ、この3人は。え、うん、折れる年なんです、26やから。25とか26です。12年後、そこ26か、だから今のシオンさんとかと同い年。そうですね、12年後が。私がシオンさんと一回り違うから、うん、吸気性には汚染しないでね。いや、あれ本当にみんなネズミってこと？ここ、ネズミです、ネズミです。シオンさんとちょっと一生違います。あ、そうか、全員同じ同じやった。なんかここなんか小学生やばいって、その後からな、うん、写真送られてきて、俺のミヒナって送られてきた。小学生入ってくるとかちょっときつくない？めちゃ小学生でしたもんね。でもそんな感じじゃないですか、多分。私もあ、それはないか、早かったらワンチャンあったんですよ。ないか、小6が入ってきても。応募したのいつですか？応募したの小6ですよね、うん、あ、でもワンチャンあったんかな。え、多分延期してなかったら、なんかそうですよね、延期してなかったらワンチャンと小6で入ってたのかもしれない。あ、だってめっちゃ、うん、コロナでね。だって応募したの11歳だもん。弱っ、11歳だって。え、11歳？はい、11歳か。いいな、はい、そう、1月の最初だから。お誕生日が来る前なんだ。お前夏休みにね、送りました。めっちゃピンクやだ、思った。ハチキモン、ミヒネズミどうしやったんや。それやねん、ネズミ嫌いやねんって。関係ないやん、や関係ないやん。ハリネズミ飼いたい。私はね、ネズミとかハムスター系がちょっと無理なんですよ。ハムスター飼ってた。あ、ごめんなさい。かわいいよ、ハムスター。いや、なんかちょっとネズミが嫌なんですよ。ナングラります。ナングラしなくなって、さっきからナングラするとか言いながらしないんだけど。トリックアトリートお菓子をくれなきゃ自販機買わせるぞ。なんでそれが思いついた？自販機が目の前にあるから。あ、そういうこと。そこの自販機ちょっと安いんですよね。ね、そう、いいです。トリックアトリートお菓子をくれなきゃ。鼻を高くした。ミミズが餌なんだって。え、キモいな、ちょっと嫌です。でも難波の夜歩いてたらめっちゃいますもんね。トリックアトリートお菓子をくれなきゃ、うん、お菓子をくれなきゃ、ドルで払ってもらうよ。確かに、お菓子をくれなきゃ劇場できんだぞ。うん、それきついな。きついですね。髪の毛ボサボサにしちゃうとかよくきますね。前回もそうです。髪の毛ボサボサにするとか、ヘアキャップかぶせるとか、そうですね。なんでなんで、シャンプーのやつおもろいわ、マジで。厳しいですね。オムライス作ってあげないぞ。山ガール、登山服にしちゃうぞ、にしましょう。いいや、トリックアトリートお菓子くれなきゃ、登山服にしちゃうぞ。おお、よし、完璧。いや、カルピスの CM 呼ばれるで。お菓子くれないと消費税3パーにしちゃうぞ。3パー。え、ラッキーじゃないですか今。うん、だから あげたくなる。だから、あ、そういうことか。そう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 。お菓子くれなきゃおかしいよ。寒いですよ、ちょっと。おそろコーデ。本当にひにゃひにゃ。あ、マグノの髪になったね。そうやで。どうでした？ナングラでした。以上、お菓子くれなきゃおもらししちゃうぞ。アイドル、アイドル、うん、次のシングルタイトルおもらしちゃうぞ。しだれ柳ありましたもんね。そう、おもらし事件。金子さんがしだれ柳。あれ、しだれの時はまだいなかったのか。はい、ないしだれ柳ちょっと踊れるんですよ。なんで勝手に覚えたんですよ。マジ？ファンの時にね、高校生の時に、うん、あの YouTube で、うん、公式で選抜さんが踊ってダンスだけのやつ踊って、
症です多分。不評か。つらい。恋なんか脳産休もちょっと出るんですよ。恋なんかマジで難しかった私。恋なんかできんかった。このタイミングが取れなかったぐらいあのダンスの人も私。うーん。難しそうあれ。お菓子くれなきゃマストビーナ踊らすよ。いやー、美咲さん踊ってましたよね。いや踊ってたよ本当に。マジ死ぬかと思ったあれ。もうマストビーナのメンバー全員がマストビーナさえ終わればこの周年は乗り切ったようなもんって言いながら本当にマジ練習してました。大変。そうだよ。大変だ。やばいよね。これを取れなかった人がマストビーナーしてるんです。お菓子くれなきゃ金子さんフェアにしちゃうぞ。絶対嫌やわ。なかった。なかなかちゃうかね。なんか適当に折り目もね、折り目も苦んでた。絶対フリーズしたよ。しかもちょっとキモい顔でフリーズしたほら。でも半目じゃなくてよかったです。いや半目に近いよこれ。ねえフリーズしない。え待って、画面ごとフリーズしてんじゃん。もうだるいね。苦しんでた。こっちに行こう。私の画面がフリーズしました。え、サムシや。これ絶対なんかフィルターちゃうな。違います。ちょっと暗かったんで。これ明るくできるんや。なんで固まっちゃうの。この前ね、Aさんの画面が固まった時に、うん、こっちで見たら固まってるけど、うん、ファンの人から見たら普通に動いたらしい。え、落ちた。え、あ、Aさんと全く一緒です。これまだ繋がってんの今。え、Aさん前どうやった。え、前なんかフリーズしてへんかったでって来てますもん、コメント。見てる方がいい。おーい、なんか普通に戻したら治ったんですよ。だって私自分のルームに入れたんだけど今。あ、昔一個ね有名なことがあってね、私の携帯は全部英語っていうのがなんか今すぐに。え、あの思いましたよ。あれなんか、あ、それは一回縦にしたら治ります。すごい、うん、全然してない。すいません皆さん、戻ってきました。リサすごい。あんまり関西弁出ないよね。え、そう、確かにイメージね。雪乃とかがゴリゴリやな。雪乃はもうゴリゴリ。おかしくないなんかね、雪乃リサ連れてくるぞ。不機嫌です。不機嫌とかいろいろじゃない、もう死んでる。え、映ってた？マジで？完璧な判明やめ。ずっと死んでる。死んでる私。私一個あの最近気づいたことがあって、これ男女兼用なんですけど。男女両方をこのラインあるじゃないですか、はい、これが綺麗な人は美女か美男のどっちかなんですよ。あ、なるほど。やばい。そうなんですよ。これはガチであのもう実証されてます。おお、なるほど。やばいやばい、お菓子くれないと足つぼマットの上でマストビーナを踊らせちゃうぞ。うわー、私今このラインが出るように毎日こうやってマッサージしてます。おお、うん、え、学校で一人めっちゃ綺麗な友達がいるんですよ。その子マジでもう顔が綺麗すぎて、それで見てみたらやっぱもうシュッてなってました。鼻がめっちゃ高いその子。すごい。このえひなの学校にめっちゃおしゃれな子がおるね。います。あの超おしゃれ、本当に。こうなんか自分が本物のアイドルやのにアイドルみたいな子はいるんですよ。自分よりアイドルな子がいるんですよ。クラスにメンバーで言うと渚さんとかめっちゃ綺麗、かりんさんとかも。あそこめっちゃ綺麗です。かりんさんマジでスタイルいい。え、やばい、アスイの、アスイがおかしくれないとアンダーライブ1日3公演するぞ。いやー、疲れる。みんな倒れますと。もう3つ目もこの一発目上げるのもこんなんだった。じゃあ、今
う覚えてないわ、みんな死んでたよね、うん、リハーサルが一番良かった、大変だ、プライオリティしないと、あ、プライオリティね、足つぼマットの上やったら好きだもんし、辛そう、え、あれ無理です、飛ぶ、普通にしようかな、ないから、ちょっと何グラだけ考えて、本能的なものさ、好きなんか私この前やっとライブの間溜まってた課題が終わった、うん、すごい、ね、こんなにかかるんです、え、私もテストのね国語のワークをねずっと出してなかったんですけどね、1日でまさかの1日で終わって出しました、すごっ、1日で終わるんやったら普通にやればよかったとね後悔しました、お菓子くれなきゃ劇場で禁にしちゃうぞ、誰か言ってたんですか、私の、あ、私 の, あ私のリサのか、え、リサ何やったっけ、それが登山服にしちゃうぞ登山服登山服です、リサ最初なんて言ってたっけ、最初それでじゃあそのなんか自販機だ、あ、そう自販機だ、するぞ、期末テスト、私も毎日テストですよ、中3は大変です、マジでやばい、もうここ最近急にテスト増えた、いやー1個返されて1個やって1個返されて1個やっての続き、いやだ、1ヶ月に1回やってましょう、テストが、え、明日かもしれへん、え、その鍵、いや違う違う、明日じゃないわ、ただいける、図形やから、あ、図形はいいよね、図形の合同が好き、え、でもなんかこの前めっちゃ難しいテスト、あんまちょっと言いたくない点数だな、やめよう、言いたくないとか言って、62とかです、うん、50点満、いや、って言っても平均であるし、国語でなんかめっちゃ難しい単元なんですよ、うん、それで、授業、あんま言っちゃうかもけど授業全く受けずに、50点満点中34点でした、え、でも、今より68ですよ、ああ確かにいいじゃないですか、60点台か、私のすごい一番やばいテストを言うとね、言うとね、私の一番やばいテストもっとやばいよ、なんてやばい、みんなの方がやばいです、50点満点中8点です、え、16点技術大丈夫、いや私の一番やばいのは音楽で100点満点中26点え、大丈夫です大丈夫です大丈夫です、でも技術のそのテストが全体的に悪すぎて先生怒ってたんですよ、10点満点中25点は回答欄に平均点19点25点は取ってほしいテストでしたって殴りがけされてて、その音楽のテスト平均点30点とかだったらしい、うーん、音楽のテスト1回90点取ったことある、90点分からへん、さきちゃんの、え、みさきのヤバいラインは70点です、高くない、だけど最近は70点ぐらい、ヤバいライン70点取れたらいい方です、ヤバいライン30点じゃない、ヤバいライン30点この前社会36点取ったことあります、うん、全然それぐらいだ、そんぐらい大丈夫です、一番よくて社会88、みんな理科と国語88、みさきちゃんの学校は全体的にレベル高そうってきてます、高そう、いや私の学校もそんな高くないですよ、普通に公立やったらなんか普通なんですよね、私も普通の公立なんですよね、ジオンのすごいラインが30点だって、え、ジオンさん、ジオンさん最近のテストのテスト、あれはまた違うテストです、その5番目が送ったやつはまた別の国語テストで、マジでもう、え、本当にやばいんだけど、先週理科の単元テストやってまた理科の単元テストを今週にやる、耐えられない、数学も耐えられない、耐えられない、泣く、え、そう、 YNN さんの文学は次の音楽テストまたあるんですけどその音楽テストの単語を覚えるのに使うんです、うん、あれ断捨離、私は小学校の時の教科書です、断捨離、断捨離するとしたら小学校の時の教科書を捨てたいんです、みんな部屋片付けて、言って綺麗やで、そんな綺麗じゃないけど、そうそう、私は散らかってますから、いや教科書が、いろいろ物は多いけど床の踏み場はめっちゃある、うん、床に物がない、うん、いい、ぬいぐるみとかしかない、いや、
ぬいぐるみは聞いてください。でっかいホットドッグっていうぬいぐるみがあるんですよ、うん、それを置いてるっていうだけです。うん、もうでかすぎるホットドッグっていう犬の、うん、ぬいぐるみがあって、うん、それをソファーの横に置いてるってだけです。ソファーちっちゃいソファーの横に置いてるってだけです。それ以外は何も床に置いてません。じゃあ小学校の時の教科書と捨ててない夏休みのワークが全部終わったやつですよ。夏休みのワークが散乱してます。なぜ、なんか捨てるに捨てれなくて、こうめくってみたらさ、あ、こんなんやったなとかさ、いろんな落書きが書いてあって、なんか落書きとかさ、漢字の読み方とか書いてあって、下手な字で1年生のやつ、思い出がなんもないやろ別に思い出なんて。あるや、最近はもう容量パンパン、なんか容量パンパンすぎて逆に膨らんできた気がします。やばいですよね。ポジションも5個覚えてるじゃないですか。うん、1個ちょうだい、1個あげようか。10番手ならあげるよ。10番手はリサいけそうですね。締めやから遠ざとまで 1回覚えた時あるんですよ。おお、30分はいいですけど、1時間ぐらいで遠ざとまでウェーって覚えて、締めウェーってウェーってウェーって適当に締めだけ覚えて、みんな7番手覚えてる。7番手教えたろか。でもね、なんか新メの曲と新メじゃない曲があるんですよ。え、そうなの。落とし穴とか多分新メなんですよ。ああ。今は2、5、6、7、10を覚えてます。すごい、すごい。やったことあるの5と8だけです。あれ5やったことあるの。何バトルで9個だけです。皆さん知ってますか、生トルの時。私はちゃきちゃん理想オーディション出ればいいのに、ちゃきちゃんはちょっと理想オーディションは多分出ないですね。うん、はい、私は出るのがめっちゃやばい。出ますか皆さん。9番手しか出てないんですよ。やりたいものもあるんで。名古屋は電車で帰って、新幹線でここまで帰ってますね。すごい。中学生で新幹線ってどうやって乗るんやろ。名前3番手してないですよ私。3番手知らないです。2番手してました。あの頃私練習してこようかな。ニット制覇してますよ。すごい。ランナーズハイしかやったことないから。ランナーズのサビがでも新機能ができたのは奇跡です。私が確かにもうたまたま、あ、そう、1回だけやってたんだ。1回だけやって、なんかもうあの時の反省会で、まあ次どういう時までに新規をちゃんともっと研究してで、で終わって新規を一生してないんですよ。年齢制限がねできましたけども、新規をがしたいんです私は。ハート型よ。ハート型やりたいです。ハート型セリフ絶対当たりたくない。なんでですか。うん、ちょっとああいうのちょっときついです。いいね、軽めなんかついてる。ハート型ガチでやりたい、一回やってみたい。ねえ、ミサの新機能もう一回やりたいんですけど。新機能がしたい。ハート型よりランナーズハイより新機能がしたい。私も新機能したら。美咲さんはできる人じゃないですか。確かに。やろう。そこのポジションに行けばね。あの8期の年少、高校生らへん。もう何歳までとかないけど、なんかでも8期でき今までやってるんは。だからできる人が限られてるよ、ね、ミオチとヤヨイが2人ができる人、できる人、アヤピョンと私がたまたま出た人。あれアヤピョンもダメなの。アヤピョンもダメらしいです、ね、とりあえず年上やからっていう理由で8期公演の時は出たんですけど、多分今後は出ないらしいです。あー難しい。ヤヨイが似合いすぎてなんか悔しい。ヤヨイマジでやってる、似合ってる、悔しい。でサッヒーの新キロみたいやって笑ってまうわ。そこ感想、ちょっと僕は練習してきます。ではバッキング見ます。前向くときがマリアの目。13位の方カルチャ、12位の方ミモノさん、11位の方ユウさん、10位の方カズ兄さん、9位の方ワンポールさん、8位の方 FFF さん、7位の方タカマサさん、6位の方テラちゃん、5位の方 39PM さん、4位の方クニアンさん、3位の方コロックさん、2位の方ヤムちゃん、そして1位の方ユウさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん後の話し会で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。
流れてきて、流れてきて、あ、みんなあのリサッヒーのショールーム見てあげてください。あ、ありがとう。あ、私のツイッターフォローしてくださいね。バイバイ。バイバイ。あ、待って、何グロ。あ、いや、ちょっとリサのちょっと劇場場を。劇場で劇場見せる。え、リサ劇場使う？いや、あのサザンフリにします。よし、じゃあちょっと劇場もらいます。一応ショールームはしたから。多分。美咲さんの配信からやってきました。よかったよかった。美咲ちゃんさんのツイッターフォローしてるよって。え、無理無理無理。美咲ちゃんさんのツイッターフォローしてる。ありがとう。揺れるって。ちょっと待って、あのさ、一瞬映っといて。みんな感傷がすごすぎて、ちょっとティッシュを取ってくるわ。似合うめんな美咲ちゃんは。みんな花粉症なんです。とてつもなく漏れずに。蜃気楼は蜃気楼やっぱりミュージとやりたいんです。やりたいんです。私に鳩形とランナーズの DMM を見て、あ、ハートがランナーズの方が私に合ってるなと思ってしまったんですよ。ハートがずっとランナーズハイだったわけじゃないですか。でもハート型がしたいと思ってたらハート型できたわけですよ。でも全然顔がランナーズハイのタイプの顔してて踊ってきました。そうだよね。可愛い、ありがたいです。可愛いと言っていただけたら。でもね、なんか顔がね、ランナーズの方が似合う、似合ってるんです、うん、私的に。そうでも新規王化したいんだよ私は。新規王大人になったらやな。新規王です。つまりは年齢はもうちょっとなんか年齢をいいように使いたい。そのために私は漫画を書きます。読みます。幸せな気持ちになって皆さんにその気持ちを。でも私はそう思った。私 MC 好きになった途端に、どちらが本当の松本美奈さんでした。こっちです。私は好きになった途端に話せなくなります。好きじゃない方が多分私は、あの MC がちゃんと喋れる。みんなの好きりのめっちゃ最近入んねんの。入ってるわ、うん、全体 MC とか入ったこの間。私はもうね、かわいそうなんです。助けて。私はでもほんまに、仕切りやったら、うん、なんか仕切りってやらなあかんやらなあかんって考えたら何にも言えなくなるね。じゃあ次なんちゃらさんしか言えなくなるんですけどあのガヤの方やったらなんか突っ込めるんです。いや、なんちゃらですね、あ、じゃあももかさんのお金でご飯連れてってくださいとか言えるんですよ。仕切りになった途端言えなくなるというね。なんで、なんでだから私は仕切りは向いてないのじゃないかと最近思ってきてます。どう、みひなの仕切り。え、面白い。ちょっとなんかいい感じに進んでる。私の仕切りを見てみなさい。無言になってから次行きますから。なんでやねん、なんでやねん。ぜひ仕切りもありがとうございます。慣れが必要ですね。経験ですよね、やっぱりね。そうです。上とかもね。いや、表情と MC は経験だから、とりあえず出ることを目標にしていきたいと思います。表情が頑張ります。ハントマイムじゃなくてさ、なんかこうこういうのあるやん。腹話術いきます。腹話術いきます。できんの。いきます。え、なここあ、人形です。こんにちは、坂本理沙です。え、ラグワイでこんにちは、ミッヒーこと、あ、どうぞ言わせてきます。皆さんこんにちは、リサこと坂本リサです。好きな食べ物は長芋、特にレモンを吸うことです。よろしくお願いします。インパクトがでした。欲してる。あ、あれ、声が遅れて聞こえるよ。できということでね。うまい、ありがたい人ですね。ありがとうございます。
私は摩天楼のねイントロを覚えた充実感に浸りながら絵を描いて絡んでました。すごい、恋はされるのちょっと意外とむずくてさ、お気をつけなさい、ちゃ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 して苦手やね。この辺の一連流れが苦手。恋は突然やってくるよ、明日の聞こえなかった、赤い締めにされるより許せない、自分の顔に潰りました。気がついた時は遅い、お疲れ様です。お疲れ様です。気をつけなさい、ゼロサム太陽も難しかった。ゼロ摩天楼の速さは異次元です。ゼロサム太陽、どこかで日が昇れば。でもね、摩天楼はあれに似てる、命。うん、謎の方がいい。や、命かな、何だ言うんだろう、どの曲に似てるんやろ。うん、でもさ、あれしゃがんだりめっちゃするやん。そう、なんかとにかく動きが速いねんですよね。一つ一つの動きは全然違うんだけど、2カウントでやるところ1カウントでやったりする。普通なら1、2、3、4、5にパッパッてするから速いみたいな。うん、速い系無理やねんな。ゼロサム太陽のなんか音取らんとあかん系無理。なんかさ、シンプルな動きほどできひん。だからさ、恋は災難とかさ苦手、めっちゃシンプルやん動き。うん、けどそれが頭に入らへん。へえ、あれだな。私でもね、ほんまポジション覚えるの早くなったから褒めてみな。なんか命の下とかめっちゃ早く覚えた。命はね、私何時間かけたと思ってんだあれ。ガチ1時間もかからなかったら多分。2時間かかってるよ。あの1番は高根、5時間はかかってる。高根はもう感想諦めたもん。高根は無理です。ここまで出てんだもん、何やってんのって感じだもん。タラタラタッ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 。難しい曲が来るためにね、8期の誰かが先輩に取らせてもらって、それが8期ラインに来るという美意識がね、そう行われてありがたいですね。僕だって泣いちゃえば、めっちゃすぐ覚えれたな、あれ。この2人、そう、みんな学生したらいいな。サビ30分ぐらいで覚えたもん。集中力がやばかったもん。えぐかったあれ。ケイトさんに教えていただきました。マイライナは思い出してしまえた。高根、ね、ほんまに高根ね、ジオンさんに撮らせていただいたんですけど、なんかそのダンスが上手すぎて、なんかもうよくわかんない。そうなんかダンスの、ジュンさんのダンスが上手すぎるのと、なんかサビはさ、高根簡単やんか。うん、けど、あ、感想が難しい。私高根に、あの、三平がお風呂入る前にあのサビに苦戦してる。お風呂上がってきてやっと覚えた。何時間かかってんねんですね。サビはすぐ覚えると。今までやった中で一番高根が難しかった。三平は何気に無限大ノック。あー、わかる。なんかだらだら、なんかさ、なんかわからんよね。同じ振りがおる、なんか似てる振りが多いから、ここは後ろで、ここは前、ここはこっちで、ここはこっちみたいな。タタ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 。ね、得意と苦手。私ほんまにポジション覚えるの得意。え、多分今から振り覚えるの得意。今から南海公園のポジション新しいの覚えてって言われても、絶対明日出れるぐらいまで覚えない。いや、それはナンバー B2 やったらいけるわ。え、ほんまに。え、だって2人で7番って覚える、8番って覚える、9番って覚える、でじゃあ太陽今から覚えましょう、ドンって言って最初に絶対覚える自信あるもん。いや、そう、立ち位置はありさ、振りはミヒナ。そうなんですね、頑張って振りを覚えたいと思います。だから学力は私、ね、M は私。よしよしよし。そう、あのね、学力はないよねって反抗してきたのに、絵は反抗しなかったですね。あのね、あのね、
私は白組になったことが一番の大きさ。なんかすごい変な声だ。変じゃないけど、二人ともショールームの新人賞の候補に選ばれていたね。どういうこと？はにゃはにゃ、え、新人賞の何も知らないし候補に選ばれているという情報。何も来ていない。どういうこと？え、どういうこと？どういうことですか？はにゃ。頭抱えんねんけど。え、新人賞っていうのがあったことすら知らん、うん、で、候補に選ばれているのに何も来ていません。え、怖いよ、怖いよ、怖いよ。どういうことですか？ちょっと教えて。本当？うんだよね、ハテナよね。ハテナよね。ハテナだよね。ハテナやんな。ハテナ。何ショールームの新人賞候補って。そんなんあるん、え、そんなんあるんですよ、ね、ショールームのアワードですよ。何それ、何それ、何それ、アワードって何？アワード、それにリサヒが選ばれたってこと？まこちあやぴょん作パンは選ばれてたのは知ってる。ほう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 、え、つまり新人賞というのがあるのは事実なんですね。48グループ全体の新人やって。新人やったら全員候補に上がんの？いや違うんちゃう。え、教えて、みんな、みんな教えて。新人賞は8期全員選ばれてるけどな。ええ、どういうこと、どういうこと？今年加入メンバーは全員候補になるの？あ、そういうこと。あ、なるほどね。いますわ。びっくりしたの、何かと思った。AKB48 グループの新人はみんな選ばれてる。あ、そういうこと。アワード、アワード。なるほどね。みんな候補になって、あ、なんだ、そんなものでもなかったです。なんかすごいことをやらなきゃいけないのかと思ったけど。いや、ほんまに。大丈夫でした。お騒がせしました。めっちゃうるさかったよな、今。ね、あ、そう、振り起こしが早くなったのは私は夏のコンサートで白組になったからだと思います。うーん、私はポジションは今まで出たまずコンサートが全部ポジションが変わったわけですよ。まずね、でもほんまに京都の時私の大変さをしてください。まず毎日変わるんですよ、出る人出ない人が。コロ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 変わりやがってと思って、私はコロナにかからなかった、リハ期間中にはコロナにかからなかったわけなんですけれども、もう毎日変わるんですよ。毎日変わって変わって頭パンクですよ。書いてもなんか覚えてないねみたいなことがよくあってまして、まあそれででね、もう終わった瞬間裏でね、シクシクと泣きながらね、ゆりなさんに声をかけていただいて、なんか大変なことを最初のうちにやっといたら、後々出てくるさらに大変なことがまだ楽に思えてくるから、今のうちに大変なことできた君たちは運がいいよって言っていただいて、それを乗り越えたのもすごいよって言っていただいて、ありがとうございます。まあまあそんな感じでね、頑張ったわけですよ。私は周年ライブが一番変わりましたね。多分初期の中で一番変わってると思う。ほんまやな。うん、1週間とか全部変わったから、一番プロ全部変わった。あの車があった。そうなんです。で、その時次に夏コンですね。夏コンも赤組ってそんなに振りが難しいものないんですよ。じゃあちょっとこれだけです。振りが難しいです。立ち位置も当日変わりました。そうですね。そう。立ち位置がちょっとピカルンのね、体調にね、いろいろありまして、うん、変わったわけですよ。私が一番変わったわけですよ。うん。しゃあないけど、そう、まあ、しゃあないけど、さくちゃんとかもまことかもしゃあないけど、しゃあないけど、私は新年もことが変わったんだけど、この今までやった3つの大きなコンサート全部変わっているわけですね。そうですね。まあでも、でもそう、私は振りマジで成長したと思う、うん、なんかもうナンバートルの時とかガチでポンコツやったもん。ポンコツ。ほんまに私もね、ひどい。一種類とかじゃないね、踊れないんですよ。いつか出したいもん、あのリハ映像。あという長い行列。ちょっとパン職人や、パン職人っていうね、こうなんか3人ぐらい集まって、お尻をワプンプンみたいな感じやって、でこれでこう、ね、正解、正解やろ、これ正解は、正解はもうちょっと離れよう、正解が見えてない、正解が少しだけ強情なファン職人。でもリサはガチで強かった。マジでどうしたい。OK です。マジで気象かったんですよ、リサ、びっくりしま
ますね。あれで可愛いと思ってた自分が、ほんまにあの時は頑張ってたんですよ。でもこういう感じ、8期全体的にあの時ほんまに面白い面白い、雪のですらおもろい、そう、うん、すごい面白い。傾いてたか、残念だ、ごめんなさい。ねえ、美咲ひとのぐらい早く私は進行しよう頑張って早くね、ちょっとランナーズハイのセンターがしたい。いや、でもランナーズハイのフロントの2人のどっちかはやりたい。ちょっといつかセンターできるようにね。そう、苦労してるから、あのほんまに一番最初覚えるのほんまにできなかった。あの2時間もかけて太陽のサビすらできてなかったのが、うん、2時間で2曲3曲覚えれるようになりました、うん、まあ、私もあのポジションなんて、あの黒の今日アモクロの先にポジションが送られてきて、うん、もう折り面の人たちがやってるからそこに自分が入るだけなわけですよ、うん、だから動画見てポジションを入れてきてねみたいなで、あの入れてきてねって言われてて行ったわけですよ。全然覚えてなかったわけですね。こっち使ったろ、いける、気合いだ。そうなんですよね、私は本当にポンコツで立ち位置もできないし踊りも踊りもポンコツでした。成長やね。何か変な動きをお借りいたします。諦めます。9期生が、でもそれ自分ができひんかったから9期生ができひんってさ、そんな何やってんねんって怒ることはないと思う。あの記憶がまだ新しいよね。できなかった時の記憶が。みんなマジで何バトルの時サラナポンコツやろうやったからな、覚えてる？みんなできてなかったから、私も含め。それがね、あんなね、なんかもう毎日泣きづくってた人がね、ビーズ公演をこんなに出させてもらってね、 N 公演を覚えようとしてるっていうね。すごいね、 M も絶対覚えてるもん。普通に誰こんなに教えてもらわずにさ、苦戦せずに覚えられる。苦戦はしてもなんかもう諦めるほどでもないっていうね、うん、全然覚えられる。聞いたら覚えれるしね。ゆきのとかにもオーディションの時のりさちゃん映像見て最初にびっくりやわね。えねえ、ほんまにそう思います。好きな虫のミヒめちゃくちゃいいよ。それなだってあれ自信あるな、かわいい、かわいい演技、めちゃくちゃみひなに合ってる。いや、ほんまにな、あれ大好きな、結構一番楽しいよ。がね、ちょっとなんか急きに教えてくださいって言われて、どうしよう、なんか教えられるっちゃ教えられるけどさ、間違ってたこと言ったらどうしようと思って、ごめんねってなるし、あの抱えるわ。8期にはさ教えてるやん、あやぴょんとか。8期はなんかお互いここってこうやっけとか言い合うんですよ。私なんかステップがキモいねみたいなのをよくゆきのとかに見てもらったりするんですけど、なんか結局怖いんだけど、え、何教えてって言われて、私が教える能力があると思うのって言うじゃない。え、私が私でいいってまず聞こう、うん、はいって言われたら間違ってても知らんよって言いながら教えましょう。そして、教えへんは嫌とか言ったらちょっとあれやから、ね、いやーシーさん、ちょっとリザッキーさんちょっと教えてくださいで、でもミヒナはあやぴに先生って呼ばれてるからね。あやぴもあのお母さんがね、私のお母さん、あやぴょん推しのお母さんが言ってたんですけど、あやぴょんってポンコツよねって言ってました。え、ポンコツやだね、ポンコツやで。でもそういうところが可愛いわって言ってたのね。うん、おもろい。みひな先生、ここどうすればいいですか。そう、まず休憩と話すところからでございます。はい、休憩生見てたら、つまりです、何が言いたいかというと、名前を覚えましょう。名前を覚えろ、名前をほんまに覚えましょう。お披露目の時に8期の名前を覚えてなかったっていうね、そういう事実問題児が休憩の名前を歌ってたのに。でも結構ちゃうねん顔が。私のプロフィールとさ写真とこの顔見てください、全然ちゃうから。見ても違う、全然ちゃうから、うん、だからブログとか見て覚えた方がいいんじゃん。そう、壁下より。なんでねえ、どこに変わるからね。お大臣の方が頑張って、あのお披露目の時に写真を撮っていきたいと思いますっていう気のこと。多分先輩と撮るより緊張するやつなんです。そうかさ、なんか私の記憶では8期として活動するじゃないですか、うん、そのお披露目やったじゃないですか、メンバー全員おったわけですよ、先輩メンバー、うん、
なんか七木さんとかも全然上の先輩と普通に話してたんですよ。だから新しい自分に後輩が入ってくるならそんぐらい先輩とも仲良くなれるんやろうなと思ってたんですよ。1年ぐらい経ったら、そう1年ぐらい経ったらそういうなるんやろうなと思ってたんですよ。今ご覧ください。先輩と話すだけで緊張します本当に。はい、挨拶しかしてないですね。ごめん、おはようございます。七木さん B2 の先輩もですね。でもね、ダンボトルとかがねチームごとだったの、チーム B2 だったんでね、うん、B2 の先輩とやっぱり仲良くなってこの時一緒に公演出てたりお話ししたら難しい。 N とか M の先輩方は喋る機会があんまりないから、うん、本当にだって行っても3回しかコンサートやってないし、そのコンサートも結局8期同士で聴いちゃったり8期同士で演奏しちゃったりするとで先輩に聞くとしても B2 の先輩なので、え、そうね、若菜さんがさ、雪乃の M の先輩との絡みとかやっぱりなすごいなと思いますよね、うん、今日ね若菜さんがねセーラームーンのコスプレしてて、うん、セーラームーンって聞かれて、はいって可愛いって言われて髪の毛触って金に染めろって言われたのそういうところもね普段あるんですよ B2 なら。そう B2 なら頑張って窮屈に寄り添っていきたいと思う。やっぱり同じグループやったら仲良くしたいし、なんか絶対したいし、自然と仲良くなるね。窮屈から、うん、やっぱお披露目の日に先輩に撮ってとか言うのは、うん、絶対無理。無理。撮りたいって思ってても無理。うん、死んでる。だって今でも緊張するもん。うん、今ケイトさんと写真撮る時も心臓バックバックですよ。本番よりバックバックですよ。絶対無理やから。うん、自分から行くの。美咲さんとかな一緒にな撮ってくださったから、うん、あのあそうだったそうだったね。それはツイッター載せてもらいましたわ。そうだからそういう先輩になろう。そうですね。ねあのね弥生とのねはるかさんとの写真でもガチガチですよ。はるかさんイエーイでしたね。弥生弥生がねあの8期の LINE にね、うん、そのコンサートの時の写真をその個人でツーショットとか送るのめんどくさいからここに全部アルバムで送ろうみたいな、うんうん、グループラインでね、うんうん、送っていってて、でたまたま多分マコカメラで、うんうん、弥生の一人のピン写真があって、うん、その後ろにはるかさんが写り込んでたんですよ。本当にちっちゃく、しかもはるかさんは歩いてるからちょっとブレてるしマジでちっちゃい、うんうん、ちっちゃく写ってんのに、あー1枚目弥生とはるかさんのツーショットじゃん撮ってくれたのとか言って、怖い。そういうことか、あれなどこが2人のツーショットなんやろと思ってた。そういうことか、怖いおもろ、ね、頑張ってね。そう、自分がしかもあのコミュ障で、そうですね、言葉足らずなところ部分しかないので、ちょっと自分から話しかけるのを目標にして、まず一緒に話しかけを超えて肩組んで、先輩や、先輩とお写真の時や、先輩とお写真でこうやって肩組んで、先輩かかりんさんお写真いいですかって2人並んでんねそしたら後ろからたまに誰か来て、私もいいですかって結局5人ぐらいがかりんさんを撮るというね。そみんなみんなさ、かりんさんとまでめっちゃ勇気を振り絞って毎回撮ってるから、うん、ケイトさんともさ、かりんさんが強くおると思ったらドキドキドキ、かりんさんいけるいける今自分の中で自問自答があんねん。いけ、いけるいける、行こう、ケイトさんと写真を撮ろう、いやでもちょっと今、いやいけるいけるいけるって思いながら行きますからね。え、だってさ、ケイトさんが思いっきりそこに留まっててもずっとリサ見てるだけやもん。こうやってスマホ持ってすごい葛藤が中で、いけっていう自分とまだだっていう自分の葛藤がこうあって、いかって言って2回2回たらいいな、かりんさん。夏子の時にね、まず普通に楽屋でかりんさんがいて、ちょっと今やったら撮れそうみたいな時だったんですよ、うん、なのでちょっといやーと思ってて、でリサに LINE したんですよ、うん、来ました、かりんさんと撮りたいけど緊張しすぎて話しかけないみたいな、撮れやねん撮れやねん。で結局エンジン後に撮らせていただきまして、私も夏子の時に自分から撮らせていただいた
赤組の先輩とは撮ってないのになぜかケイトさんと撮るという謎の行動をしました。あ、でもシンシンさんが撮ろうって言ってくださってシンシンさんのスマホの中に私が入りました。カリンさんのスマホの中に入ってユイナさんのスマホの中にも入ってます。レグちゃんはもう緊張してないのって。え、ユイナさんはね緊張してない。へえ。え、緊張するときはするけど、え、その緊張一応あユイナさん写真いいかなみたいな感じで撮るときはあるけど、そんな、うん、他の先輩みたいにユイナさん話しかけやすい。ではね、そろそろ終わり、天狼をしたいと思います。えへなも帰ります。後輩から帰ろう帰ろう。話しかけやすい後輩が話しかけやすい子がいいよね。アイピョンとか、あ、社交的な子。あの人はレベチやから。あの人ほんまレベチ。なんか急にさ何にもなんか本当に何ヶ月も前ですよ、マイさんと本当に関われない時に急にマイさんって、マイさんって言いながら泣きながらマイさんのことどういう関係でマイさんのとこに行くやろと思いながらね。すごいよな。レイコは気軽に答えてくれるよ。そう、雪乃がレイコさんのとこにめっちゃ行ってますね。めっちゃ仲いいよな。仲いい。雪乃もすごいレベチ。うん、でもね、まこっちがね、あのチーヒーさんとね、プリクラを撮ったのが私の驚愕です。頑張ってね。ポジションはリサが教えて、振りはミヒナが教えた。なるほど。でもポジションはね、もう結局自分がやるしかないから、振りも教えるという。そう、振りもなんですよ。結局ね、やるのは自分。そう、やるのは自分。頑張れ頑張れ、キューキー頑張れ。みんなも頑張るわ、ちょっとキューキー頑張ります、頑張ります。話しかけましょう。目をキラキラさせんねん。アイドルの目をすんねん。学校の目したら話しかけられへんからアイドルの目をして優しい先輩の目。怖いわ逆に。カレンさんみたいな、うん、感じでルンルンみたいな。なんでよ、すごい。いや、なんかはーみたいな、全然話しかけてねみたいな雰囲気を出して、おはようって、あ、おはよう、おはよう、怖みんなおはよう、怖って、おはようと言いましょう。おはようございます、おはようございます。リサさんって言われたらやっぱり感じてきたもん。おはようってなると思うけど、そうなんかな。おはようございますって言っちゃいそう。おはようございますって言われたらおはようございますって言っちゃいそう。おはようございますって言ったら自然に立って、おはよう、おはよう、おはようございます、おはようございます。ではではね、ちょっとフワさんはね、あれです、あのほんま圧強いよ。最初怖かったもん。うん、あの目力がね、目力が最初に教えてもらうときに、みはちゃんなんか分からんとこあるって言われて、なんかできるみたいな、できる、あ、できない、できます、なんかそのさ標準語やん、うん、だからさ大阪人からしたらさ余計さきつく思えるかもしれんけどさ、みはちゃんなんかできてるみたいな言われて、はいはいはい、今は全然怖くないんですけど、そう今はもうそれが普通だけど、え、でもあの MC のあのお話の時に、なんていうの、 MC の話し合いみたいになるやん裏で、その時にリサ何やっけこのお題あ、さ、このお題何やっけ、ここの MC の題何やっけ、あー、あれか、肉でって言ってあれわかるわかる、はい、真顔でさ、肉でって言うのめっちゃはい、止めるそうなんですね。これがね、そう、背高いから、しかもこうやって見るんですよ。こうやって目こうされるんですよ。ミヒわかるって言われた。あ、はい。ももかさんとふうわさんってなんかな。なんかね、最近ふうわももかさんがさ、ふうわさんのずっと胸を触ってる。それな。ずっと触ってる。じゃあももかさん最近めっちゃおもろい。この前やな。標準語講座してたんですか。うん。やってた。昨日は。おったっけ。ちょっとだけおった。マジであれおもろくて、めっちゃ盛り上がってたくない？うん、いや今までにない盛り上がり方だったよ、うん、めっちゃわかる。じゃあ終わりたいと思います。そろそろ順読みます。ちょっとって何時間したんでしょうか。13位にゃんころさん、ありがとうございます。12位オラフさん、ありがとうございます。11位ワカボンさん、ありがとうございます。10位カミキチさん、ありがとうございます。9位ムサシさん、ありがとうございます。8位キヨフミさん、ありがとうございます。12時52分から14時5分、なるほど、終わり。
7位アベベさん、ありがとうございます。通常通常6位まゆかさん、ありがとうございます。5位ニコさん、ありがとうございます。4位たっちゃんさん、ありがとうございます。3位泉ちゃん、ありがとうございます。2位焼き鳥先生さん、ありがとうございます。そして第1位タオさん、ありがとうございます。ということで今日はここまで。私は今何時や、あ、美咲さんに教えてもらった裏技で26分ということでね、私は少し練習したいと思います。ということでバイバーイ、え、そうな、バイバーイ。